はい、ATAT インディーゲーム沼です。今日もチュニックの第2回目をプレイしていきたいと思います。これか、うん、こんなところに縄があったとはね。ここから下に降りれたんだ。うりゃ、剣があるからもう君たちは怖くないさ。東の塔の鐘を鳴らしたので、この西の鐘を鳴らす。まずは古い家っていうのを探していきましょう。西側に向かっていけばいいのかな。剣でね、いろいろ切れるようになったから通れる場所も増えたに違いない。あそこに説明書あるぞ。早速説明書発見。はい、おお、マップついに来た。西の鐘を鳴らす。今どこだろう。古い家にチェックついてるぞ。封印された神殿。あ、ちょっと分かりづらいけど、右側のところに狐のマークついてるね。オッケー。古い家ここか。しっかりなんか書き記してあるな。いった。ちょっとやめてよ、遠距離攻撃。これをしょで、スイッチが入るとここに階段ができるのか。あ、それでここに戻ってこれるんだ。最初のスタート地点ね。で、こっち側に進んでみようか。ここ最初に鍵があったところですね。進めるようになってる。おう、双眼鏡があるじゃないですか。あそこにキラキラした説明書がまたありますね。古い家は下の方か。 OK、 先が見えるっていいね。この風車も気になるけど、先に下行こっか。ここら辺のマップはかなりデモ版に近いな。お前はもう敵じゃないぜ。 OK、 おっと、と言っても2体はきついな。いやいや、3体はなおきつい。ゴリ押すか。 OK、 1体倒した。2体目、そして遠距離のやつも寄ってきちゃったな。3体目。よし、だいぶ戦闘慣れてきたっぽいね。で、先にこのキラキラと光る説明書を取っちゃいましょう。なんだろう。回避安全な状態、脆弱だと 150% 食らうのか。点滅してると防御しても安全性が失われる。盾を構えてもスタミナがないと崩されちゃうのか。財宝と道具、なんかいろいろ出てきたな。剣、棒、盾、爆弾、爆弾いっぱいある。で、鍵、果物、唐辛子つった、狐箱、おとり、狐箱、おとり、めっちゃ可愛いけど何に使うんだろう。で、魔法のポーションを上げる効果もあるっぽいね。井戸の底か。井戸の底デモ版に出てきたな。めっちゃ難しかったんだよね。行きたくないな。で、ここは鳴らすわけじゃないんだ。とりあえず古い家の方に向かってみましょう。あそこ鍵がないと開かないからな。鳴らせそうだけど、いいや。井戸。古い井戸。はい。いや、反応しない。井戸は毎回反応しないな。裏。オッケー。で、これが家か？違う？家じゃない、これ。
家じゃないのか、扉か、かけら、またあ、ここが古い家だ、こっちか。鍵探すぜ、探すぜ。ローリングアタック。おっと、え、何それ、何その攻撃、なんじゃそりゃ。回復しとこ、びっくりした。さすがに弾撃ちすぎじゃない、序盤だよ序盤。なんかちょっと強そうなやついるぞ、後ろから。おい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 、弾撃ちすぎだろ、いくらなんでも。びっくりした。あ、こいつ盾持ってる。盾持ってるの、豚ちゃん盾持ってんの。めっちゃ戦いづらいわ。でここ行けるよね多分ね、ちょっと分かりづらいけど。うん、宝箱が3つもある。おう、お花か、お金、爆弾。今のところお金集めてもな、使えないんだよな。たくさん手に入るんだけど鍵はなかったか。この花は何に使うんだろう、今のところ使い方が分からないな。ここには鍵がないし、先に進むか。そしてこっち側に行ってみると、あ、あそこに説明書あるぞ。どうやって取るのか分かんないけど、ここもめっちゃ開きそうだけどな。後ろからバックアタップかましいの、うっつ。あ、こいつ動作が呪いぞ。呪い間に叩き込むか。オッケー、戦い方が分かってきた。重装備豚ちゃんは動作が呪いぞ。OK、 来た来た来た。この連発はねちょっとマジできついな。おっと、まずいまずい、スタミナが危ない。あんまりローリング使いすぎるのも良くないな。うわ、またこいつも来た。いや、しまった、ちょっと困ったな。先にこっち行ってみるか。奥に何か扉がある、鍵があるといいんだけど。真っ暗だ。おっと、びっくりした。え、何、どっちかくれるの、爆弾。どっちかちょっとポーションの方が欲しいけど。300、え、買えんのか、ショップ。まさかの、こんな怖いショップ店主ゲーム史上いたか。こんなボスみたいなお店今までゲーム史上あったか。めっちゃびっくりしたわ。おお、こっちは違いそうだ。でもポーションが3つになったからだいぶ心強いよ。でここ上行くと、ああ、さっきの逆側に出るんだ。で、このカンヌキ外せるか？お、外せる。扉だったか。これでこっち側にルートが開通したのか。セーブゾーンから進みやすくなったってことね。裏、叩く。倒していたい。マジでナイス。ちょっとなんか下に変なやついるな。マジで強そうなやついるぞ。あいつ倒せるか本当に。よし、気づかない間に後ろから叩いちゃおう。豚ちゃんはね意外に近くに行っても気づかないんだよね。おっと、何これ何これね、撃ってくるだと。
ちょっとダメだ、どうしようもない。なんだこの兵器、やばいな。これも何なんだろうな。鐘みたいな形状してるけどね、何もできない。いや、嫌なところにいるな。こっち来て、こっち来て。狭い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 、こっち来て。それにもお前、盾も持ってるから。 OK、 慣れてきた。で、鍵入ってないか。これさっき見た狐箱、狐箱は何に使うんだろう。とりあえずセットはしてみようか。効果がちょっと全く分かんないけどな。何に使うんだろうな、狐箱。一応回復しとくか。こいつよ、この明らかに中ボスみたいな。お、鍵置いてある。こいつを倒さないといけないか。よし、ちょっと氷爆弾投げてみよう。凍った。なんか今のうちに叩いときゃいいのか。チャンスチャンスチャンス。うらくっ、やばい、一発でめっちゃ食らったな。オッケー、倒した。あの氷の爆弾すごい便利だ。とりあえずこっから下も進めるけど、さっきの古い家に先に戻ろうか。あっちの方が重要そうだ。回復アイテムもないけど開けちゃおう。まさか敵出てこないでしょ、こんな狭いところ。とりあえず宝箱。お金 1? それだけ。でもここ奥行けるぞ。なんかダンジョンみたいになってるんですけど、すごいダンジョンっぽいんですけど、やばいかな。いや、あの骨動くやつ。そして盾、はい、絶対はいでしょ。 R2。 あ、構えられる。やったぜ、ついに盾を手に入れた。盾があったら100人力だよ。よかった、こいつは動かないし。ついに盾の勇者になったな。で、ここは開いたりはしないか。こっち通って、そもそもこの剣と盾は過去にいた英雄のものなのかな。おお、なんかすごいとこに出たぞ。どこ、ここ輸送してなかったとこに出たわ。あ、裏通れるんですけど。あ、ここか。一番最初のセーブゾーンのところに来るんだ。これはマジで何に使うんだろうな。何これ、牙みたいな、キノコみたいな。おっと、動き出した。ガードは確かスタミナ使うんだよね。動かない、怖いな。動き出しそうで。あそこにも説明書がある。ここ中入れるぞ。いや、浮いてるんですけど。これ暗すぎない、さすがに。いや、このゲームマジで怪しいところめっちゃ多いな。ちょっと待って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 、これなんか明かりがないと、明かりがないとダメなやつだ。暗すぎる、さすがに。追ってきてる？来い、来やがれ。骸骨か、骸骨剣士。しっかりここまでついてくるのね。ここはまだ来ちゃいけないとこだ。先にこっち進んでみようか。 OK。 で、なんか宝箱守ってるけど、
こっちには盾があるんだぜ。まあでも今のところローリングで避けちゃった方が楽なんだよな。盾は盾でしっかり使う時は来るだろう。唐辛子、人参、危険。こっから先は危険ってことか。まあいけないしな。よし、オッケー。そうか、こいつは盾で跳ね返して攻撃するっていうのもできるのか。無理して後ろから叩かなくても盾で弾いちゃえばいいんだ。オッケー。で、取りたいけど届かないよね。なんかロープとかブーメランとか欲しいな。あ、ちょっと待って待って。ああ、もう何この銃。急に兵器出て、おっ、ちょちょ、ガードガード、しっかりこっち向いてないとガードしてくれないのか。オッケー、これ倒すとショートカットができる。ちょっと逃げちゃおう。危な。で、こっち側に来れたはいいけど、あ、説明書、何気ないところに急に置いてあった。なんだこれ。あ、あのさっきのキノコみたいなやつ、牙は攻撃力を上げたりステータスを上げたりできるのか。なんか像の前でアイテムを捧げればいいのか。あのセーブポイントの前でいいのかな。とりあえずショートカットはしっかり倒しておいて、あ、でここに出るんだ。あそこが浸水した井戸っぽいな。ちょっと先にセーブポイント行ってみましょうか。ステータスアップできるのか確かめてみたい。あ、これか。ここで捧げられるお金とこの各種アイテムが必要みたいね。はい、次は2個使うのか。アイテムを捧げると、お、ハテナのところが、おお、攻撃力2になった。そして読めるようになった。解読できるようになったぞ。もう一つも捧げる。お花を捧げてみましょう。こっちはヒットポイントが2になった。おお、増えてる。体力ゲージ増えてるぞ。こうやってこのゲームは強化していくのか。全部で3つあるってことか。この説明書はチュートリアルみたいにもなってるのがいいね。君ならできる。庭園の騎士、なんかやばいやつがいるってことか。まだ読めないね。最終的には全部読めるようになるのかな。よし、じゃあさっきスルーしてきた浸水した井戸の方に向かっていきましょう。いやー、ここ下降りてくねえだな。デモ版でめっちゃ苦労したとこなんすよ、ここ。めちゃくちゃ痛い目見たんだ。井戸の真下。あ、こいつ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 がね、一旦突っ込んでくるから盾で弾いて叩く。うん、爆発までするんかい。立ち悪いんだよね本当にこいつが。でね、大量に突っ込んでくるんですよね、下手したらね。 OK、 逃げないと。大量突っ込みされるときついと。おう、よし、ここまでは順調。えい、なんかアイテム手に入れた。多分強化できるアイテムだと思うんだよね。次にセーブゾーンがあったら使ってみましょう。お、ナイス。あ、これですね、捧げよう。お金あるかな。はい、ステータスが2に上がるんだけど、何が上がるのかこれで判明するぞ。ポーション、ポーションの効果が上がるのか、助かる。あ、こっちに説明書あるぞ。はい、
井戸の底、これ井戸の底の話。あ、井戸の底地図あるんだ。オートボルトね、今どこにいるかも分かりますね。で、手に入れたのがこれか。発射、クラブポー、特使。天井の世界、これどこの地図なんだ。おお、これはカエルの居住地か。まだまだ先の話だな。こいつを一旦ガードしてから先に倒しちゃいたい。おう、危ねえ。敵にも当たるのがありがたいですね。水の中だとローリングできないみたいなんだよね。こっちから上がって、いや、こっちから行っても一緒じゃないか。なんてこった。で、こっち何もない。降りていくしかないみたいね。来た。うわうわ、危な。盾でガードできる、爆破しても。ふう、体力が回復できるだけ助かるな。で、出る出る、出たか。危ねえ。おお、そんな連続で撃ってくんの。ちょっと待って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 待て待て待て、連続で撃ってきすぎだよ。怖っ。こっち行けるかな。あ、で、ここ下ろしとこう。ういつ、ここ下ろしとけば次来るときあっち側通んなくて済むから。危ねえ。随時回復しとかないと危ないね。またいた。ほんと嫌い、あいつ。うわ、2体いるわ。弓矢欲しい。うわ、ちょっとちょっと、3体はきついな。バカで、ちょっとちょっと、これだよ、このタコさん。このタコタコウインナーさ、連続攻撃してくるのよ。いや、3匹全員気づいちゃうんだよね。逃げ、逃げる逃げる。しゃあ、タコさんに対してのもう恨みがひどい、恨みが激しいから。タコか、怖え。え、確かこっち側になんかあった気がするんだよね。あったー。なんだろう。何なのかはわからないんだ。手に入れたやつが。そしてアイテムの中にも入ってないんだ。ややこしいな。これが何なのかわかんないんだよね。こっちだ。おっと、なんだこいつら。くぅ、マジかよ。何こいつ、きつ。やっぱりここの洞窟きつ。こいつがね、やばいから、この下には行かないようにしよう。ここやばいんだよな。で、撃ってくる。うわ、マジかよ。よかった、気づかなくて。くわー、うわ、盾持ちだ。危ない。ふう、よかった。こっち側は何もないみたいね。いた。盾で防いで、叩くでいいのか。よし、じゃあこっち側進んでみよう。ようやくここまで来れた。
ここ行けないな。あそこに宝箱あるけど、こっちも行けないか。よし、ようやく橋が架けられる。それで向こう岸とつながるのか、もしかして。あれ、ここに来た目的は何だったんだ。浸水した井戸、ランプかなんかがないといけないんだよね。今ここか。さらに奥に行けるみたいだ、ここら辺から。あ、これ分かりづら、暗くて分かりづらいね。お、これが何なのか分からないけど、とりあえずまあいいや。おっと、敵だった。びっくりした。敵か。いや、もう回復できないんだから勘弁してくれ。あ、ここ行けるぞ。敵出そうだけど。出た出た出た。OK。で、氷爆弾かな。氷爆弾結構便利だからね。氷爆弾装備しとこう。で、こっから先に行くと、ん？どこ行った？どこ行った？どこ行った？どこにいる？あ、ここ？なんかすごいとこに出たな。ん？なんじゃこりゃ。急に神秘的な。なんかラピュタのライブに入ったみたいな。とりあえずはいしかない。あ、ランプ手に入れた。全然ランプと関係なさそうだけど、とりあえずランプ手に入れた。これで目的達成か。これであの暗いダンジョン、真っ暗なダンジョンに進めるようになるっていうことか。あ、そうだそうだ、ちょっと明るくなってる。おお、明るくなってるぞ。で、明るくなってるとこっちに行けるルートが分かるようになったんだ。いや、なんかいるな。 とりあえず叩いとこう。うー、危ねえ。いや、この体力できつい。この体力できついぞ。あと1回で死んじゃうんですけど。いや、やっぱ無理だった。爆弾使っちゃおうかな。よし、一気に倒した。爆弾いいね、これ。よーし、倒した。爆弾と氷爆弾本当に便利。これか、スイッチ。うん、ラーで、そこの扉が開くのかな。おう、説明書発見。はい、ランタン、井戸の底と地の底。ここで変わったのか。あ、暗い地下墓地、今度はここに進めってことか。あ、なんかいろいろ書き込んであるな。おお、何、東の金庫室の要塞。すげえ、この絵かなりいい感じのアートワークになってるな。なんか物語を盛り上げるには本当に十分すぎるアートワークって感じ。おお、こっからもうすぐ暗い地下室の方に出てきたんだ。真っ暗で何にも見えなかった場所、もうすぐここに出てくるんだ、井戸から。はい、じゃあ今回はこの霧のいいところで一旦終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンで応援お願いします。
ここまでは ATAT インディーゲーム沼でした。